こんにちは、キートスチャンネルです。今日は保育学生さんから集めた就職に関する不安やお悩みについてお答えしていきたいと思っています。ぜひ最後までご覧ください。残業が多いイメージがあるというお声をいただきました。保育園あるあるかなと思います。私も入社する前までは保育園は残業が多いとか持ち帰り残業が多くてプライベートの時間が作れないというふうなイメージがあったんですけど、これは保育園によって全然違うかなというふうに思ってます。一人担任制だったり勤務時間内に、制作物や子どもたちの日案月案を、やる時間がない園だと家に持って帰らないと終わらなくなってしまって、持ち帰りとか残業につながってしまうのかなと思います。逆に、複数担任制だったりだとかあとは勤務時間内に、先生たちと分け合って制作や計画物を進めることができる園であれば残業とかも本当にないので、就職前によく確認して聞くことが大切かなと思います。ハイフライヤーズでは担任制度を取っておらず複数で子どもたちを見ているので、制作物や、計画などの記録物もすべて先生たちみんなで協力をしてやっています。そして苦手なこともフォローし合いながら保育をしているので、残業したり持って帰って家で仕事をするということもほとんどありません。自分に合う縁があるのかどうかというお声をいただきました。皆さんこれもすごく悩みになるかなと思うんですけれども、今保育園って本当にたくさん数があるので1園だけで判断しないでほしいなと思っています。実習に行った保育園がすごく厳しかったから自分保育士無理かもとか、黒髪じゃなきゃいけないからおしゃれを楽しめなくて自分は保育士でやっていけるかわからないっていう風に保育学生さんだと思ってしまう方もたくさんいると思うんですけれども、本当にたくさん保育園があって、髪色のルールが黒じゃなきゃいけないっていう園もあれば、キートスみたいに7トン以下までであれば何色でも大丈夫だよっていう園もあるし、エプロンをこれじゃなきゃいけないっていうふうに決まっている園もあれば、好きなエプロンを着たり逆にエプロンを着ないことがルールになっている保育園や幼稚園もあるので、いっぱい調べて自分が気になるところを先輩の先生に聞いたりネットで調べて探してみることが大切かなと思います。ちなみになんですが、キートスの髪色は7トン以下というルールは働く先生たち、私たちが決めたルールになります。お預かりする子どもだったり保護者の方が不快にならない髪色って何色だろうねっていうのをミーティングを通して考えてたくさん意見を出し合って決めたルールになります。ブラックじゃないかというお声をいただきました。保育園はブラックっていうイメージが皆さんにもあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう園もあればそうじゃない園もたくさんあります。結構残業が多いとかお給料が低いというイメージがあるので、ブラックっていうふうに思われてしまいがちなんですけれども、本当にいろんな園があるのでたくさん園見学に行ったりたくさん保育園に質問をして、自分が気になるお給料の面とかお休みだったり待遇のことを先輩の先生に聞いてみるのがいいんじゃないかなと思います。人間関係がうまくいくかというお声をいただきました。人間関係は皆さんすごく不安だと思うんですけれども、まず挨拶をするというところを心がけてみるのがいいんじゃないかなと思います。挨拶はコミュニケーションの第一歩かなと思います。挨拶をされて嫌な思いをする人はいないしムスッとする人もいないと思うので、まずは勇気を振り絞って挨拶をしたり自分からコミュニケーションを取るということをすれば良い人間関係が築けていけるんじゃないかなと思います。はい、続いて人間関係が気になるという声をいただきました。実は私も就職するときに一番人間関係のところを悩んでいて、どんな保育園だったら楽しく働けるかなっていうのを考えながら就職活動をしていました。保育園は年功序列のところが多いのでなかなか先生たちが一緒に協力して働けなかったり、担任制度だと自分のクラスのことで精一杯になってしまって他の園のこと
について考えられなくて、あまり職員同士が仲良くないという話も聞いたことがあります。人間関係については就職してみないと分かんないんじゃないのかなっていうふうに考えてしまう方もいるかなと思うんですけれども、そんなことはありません。入社前の遠見学の時に先生たちの動きやどういうふうに話をしているのかというのをすごく観察すれば、普段の関係性が見えてくるんじゃないのかなと思います。そこであれ違うなとか、ちょっと仲悪そうだなっていうふうに思ってしまった場合には、無理にそこに就職をするのではなくて、あ、自分はここで働きたいなとか、この先生たちの中に入っていきたいなっていうふうに思った縁に就職するのが大事なポイントかなと思っています。リモート遠見学は県外に住んでいる方や地方に住んでいる方についても、交通費をかけずに、保育園、見たい保育園を見学することができるし、感染のリスクも抑えて見学ができるので、すごく私もおすすめです。このリモート遠見学ですが、キートスもやっているので、ぜひちょっと見てみたいなとか、少し気になるなと思っている方は、インスタグラムの DM だったり、ホームページのお問い合わせのフォームからお問い合わせをお願いします。先生たちが自分たちで働く園のルールを決めることができます。なので、紙色のルールだけではなくて、保育園で使うおもちゃのルールとか、おもちゃの選定、あとは休暇の取り方なども、先生たちが自分たちがまた明日も来たい保育園を作るためにたくさん考えているので、ぜひ一緒に働きたいなとか、キートスちょっと興味があるなと思った方は DM にてご連絡をください。一緒に働ける先生たちのことを楽しみに、キートスはお待ちしてます。